東京都が今日確認した新型コロナウイルスの感染者は386人でした。先週の日曜日よりも10人増え、前の週の同じ曜日に比べて8日連続の増加です。感染が確認されたのは10歳未満から90代の386人で、先週の日曜日の感染者数を10人上回りました。直近7日間の1日あたりの平均は、 477人で、前の週と比べて123%となりました。年代別では20代が108人と最も多く、次いで30代が74人などでした。重症化リスクの高い65歳以上の高齢者は26人でした。重症者の患者数は37人で、新たに1人の死亡が確認されています。